お腹を空かしています。はっ。10月2日本日誕生日の兄弟たちよ、感動しよう。スイいいですね。今日ちょっと重たいし、完全に収録環境が変わって初めて一発目の収録です。あっ、パク神うまっすよっ。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとう。いろいろ変わっちゃってんな、おい。ピーリ知らないか、俺大丈夫。夕焼け、小焼け、でへへ、エントランス的な。どうも、マグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。月曜日やってまいりました。今日はですね、めちゃめちゃ久しぶりに当日収録、当日公開ということで、前々からお話ししていた引っ越しがですね、済みまして、まあいろいろと問題がございまして、今こんな状況。マグタウンがね、久しぶりでちょっと重たく感じておりますし、収録環境が違いますので、なんかちょっとこう車の音が大きかったりとかいろいろあるかもしれませんけどもよろしくお願いいたします。じゃあ今日は手直しでやっていきましょう。ほっ。今日の回し、車売るね、やろは。本ネタ参ります。手直しやっていきたいと思います。今日ね、いろいろあるんだけど、もう環境が違うから手直しのなんかこうテロップ確認するのもちょっと手間なんだよね。ちょっと待っててね。一つ目、柱に煙パタげたらどうなるんですか。あ、よいしょ。あ、すいませんね、ちょっと消え、なんかあんな画面になっちゃって、あれちょっと設定で変えれるっぽいんだけども、ちょっともう今日ね、あ、そうだ、ちょっと説明するか。引っ越し当日からネットが使えるはずだったのが、未だにネットが繋がっておらず、急遽借りたポケット Wi-Fi にて行っているため、で、さらにですね、私、Windows 買ったでしょ、最近。Windows に Wi-Fi を受信する機能をつけてなかったんですよ。まさかこんな事態になるとは思ってなかったんでね。じゃあ、Wi-Fi をつなげられないぞと。ってことは、Mac でやるしかねえじゃねえかってことで、一旦潰れた Mac 修理して帰ってきて Mac で、久しぶりにちょっとマイクラインストールしてちょっとやってる感じなんですよ。はい、まあそんな状況で今日やっていきたいと思います。行きましょう。柱とは？そう。おしゃれじゃないけども、通り抜けられる柱だよね。これ建築に使えば結構いいと思うんだけど、みんなどう思いましたか。そのあたりは、その辺に関してのリアクションあんまりなかったんだけどあんまりなかった。じゃあここからちょっと煙パ投げてみようか。じゃあ行くよ。あらあら、で俺が死んじゃうわ。これちゃんと履いておかないと。ああ、そう、上からじゃ無理ってことが判明しましたね、今ね。上からじゃ無理ってことが判明しました。ちょっと降りて、じゃあこちら側からちょっと投げてみましょう。あ、ダメだ、エンパー通り抜けられない。これは新事実。エンダーパールからするとブロックとしてカウントされてるっぽいね。重てぇWindows に関してはグラフィックのスペックが1080っていう、だからまあ2番目のハイスペックのやつを使ってんだけど、この Mac に関しては900とかだからね、数値が低いほどやっぱ性能が低いっていうことらしいので、私の場合は全然ダメなんですよ。Mac の場合はね。柱の中、イリトラで上がれるのでしょうか、検証お願いします。わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、家が変わってることと、声が響いてるっていうこととか、周りの車の音とか、あと、隣の部屋にいたりする家族の声とか結構響くんで、はい、ちょっと入っちゃってるかもしれませんが、どうぞ、ご了承のほどよろしくお願いします。死なないか、俺大丈夫。あら、あら、あ、あ、あれ飛べてない？え、ちょっと待ってね。あ、いけてるいけてる、いけてたのか。今いけてたよ。上のホッパー見えてたからね。エリトラって飛べるかもしんない。これ距離短いから今測定の仕様がないというか、まあ難しいからできなかっただけで、もしかしたらできるかもしんないね。柱に関しては以上です。皆さん、ご意見そしてリクエストありがとうございます。かまど機構のかまどの両隣のホッパーむき出しなのが少し見栄えが悪いので、バナーなどで隠し欲しいです。なるほど、なるほど、なるほど。よいしょ。重てえな、マグタウン。よし、ここバナー、どれつけるか、だよね。どれつけよっかな。工事中のやつする？それもおかしい。なんか作業してますよ、みたいな。ここで実は作業が行われてますよ、みたいな。このホッパー隠してくれってことだよね。こういうことだよね。どう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 。あ、全然いいね。この方がいいんじゃない？なんか。うん。頑張ってる感出るよね。一気にこれがつくだけで、やっぱり。ね、現場してる人たちってあからさまに肉体労働してるから、見た目頑張ってるなって感じある、イメージあるじゃないですか。でこれかまど頑張ってんだよということでお願いしますね。工事現場のお兄ちゃんたちも本当頑張ってるんで、その辺の応援もよろしくお願いいたします。質問なん
ですが、サバメンマスクを防具盾にやったらどんな感じになりますか。はい、マスクに関してもさまざまなリクエストいただいておりますが、とりあえずこれから始めてみようということで、ちょっと見ていただきましょうか。はい、ここに入ったまんまになっちゃってるな。え、これ一個ダメじゃんね。これダメじゃんね。これだから本来こっちに入れないとダメだよね。てか作れてないからまだ、ごめんね。はい、引っ越しが終わりゃもうちょっと時間でできると思います。引っ越し終わってんだけどね、しっかり落ち着けばね、時間ができると思いますんで、よろしくお願いいたします。ってことで、防具盾作んないといけないか。マウスの感度とかも全然違うからね。でも昔はこれでやってたんだなっていう気持ちと、人間慣れって怖いなという、その両面で今心が揺れ動いております。新しいマウス、新しいキーボードに変えるタイミングは今なのではないで、ちょっと PUBG も本気で、ちょっと本気でっておかしいけどね、本気でっておかしいけど、いつも本気なんだけども、ちょっと頑張ってやりたいなとも思ってるから、はい、そういう意味でね、ちょっと変えてみるかもしれないね。ちょっと待ってね、整理しますから。他にあったリクエストの中に、帽子展示場あるじゃないですか。ちょっとスクリーンショット忘れちゃったんだよね、そのコメントの、コメントだったかツイッターだったかも忘れちゃいましたけどね、いただいた、あ、これいいなと思ったんだけど、ご紹介したいところなんですけれども、この帽子展示場、このおしゃれ建築がここにいっぱいあるんだよね。おしゃれ建築がいっぱいあって、よいしょ、ここに帽子展示場が、はい、実はございます。ほいで、メンバー分のね、敷地を拡大して、飾りをちょっと追加するっていうか、まあ、後ろに立ててもいいんだけどね、ここ偶数になっちゃってから、うちのマルチメンバー、僕の顔抜きゃいいのか、僕の顔抜きだったら後ろにマルチメンバー8人並べられるよね、まあ、ゆくゆくはここにね、飾っていくっていうことをすればいいと思うんだけど、試しにね、ちょっと僕の顔だけあー、これ面白い、こうなってんだ、裏から見るとこうで、ちゃんとこう輪っかがあるみたいなちょっと返して返して、はい、一応ね、防具盾につけられるってことは判明いたしましたので、それは、これなんか変なの入っちゃってんな、これまたちょっと時間作ってここ改築したいと思います。これはそうだな、結構手間かかりそうなんでね、帽子展示場改築みたいな感じで動画1本にしてもいいかもしれない。はい、では続きまして、来週の月曜日、ゴーレムトラップを見せてください、お願いします。ちょっと見せてください系が2つぐらい続きます。ゴーレムトラップちょっと見ていただく前に、帽子たちを格納しよう。このね、本当はここに置きたいっていう意味で、一旦ちょっとここに置かせて。一旦ここに置かせて。まあ、この機構もですね、結構な反響ございましてね、僕ならこうする、私ならこうするみたいな、みんながね、それぞれがなんかオリジナルでね、僕ならこう作るみたいな感じのをみんながね、送ってくれてたんだよね。ありがたいお話だよね。そういうのも結構いいことだと思いませんか、皆さん。はい、なんだったっけ、ゴーレムトラップ、いこう、やってまいりました、ゴーレムトラップでございます。じゃあスライムブロックで登るかな。ここ処理槽ですね。で、あそこのホッパーで、ゴーレムのが鉄になったものを回収して、マグタウン倉庫で持ってってるって感じ。持ってってく道は別にいいよね。処理の仕方なんだけど、真ん中がここになるのかな、だからここがなると思うんだけども、一つの村を形成していて、まあ、注意点としては近くに村を作らないということだよね。扉を置かないということだよね。あ、結構だからマグタウンのその地下倉庫の部分に、扉を置けないという、ある種制限を作ってしまっている。この原因がこのゴーレムトラップなんだけども、あ、これで、18ってことですね。正方形なんで 18×18 のスペースに水をこう流す感じにしまして、高さ的には3マスだな。1,2,3 マス、はい、3マス作って、あとは水流をうまく利用して、これね、もともと作ってたやつが 1.8 になってから使えなくなって、なんか新しくした記憶があります。外周にちょっとブロックを置いて、この扉取るでしょ、扉の両脇、まあ、要するにこの扉があるとしたら、こっちとこっちが同じ明るさじゃダメっていうことで、片方をブロックを置いちゃう、それで明るさが変わったってことになるので、はい、いいわけで、この上のブロックからこうやって扉をこっち下向きながらこうやって置いていくと、こんな感じで設置できるので、これがね、正しい作り方かと言われると別にそうでもないので、サバメン、うちのねマルチ見ていただくと、みんながね素晴らしいゴーレムトラップ作ってるんで、そっちの方が参考になると思います。18マス、18マスの真ん中に今度村人たちが入るスペースとして 4×4 のスペースをガラスで作ってあげて、でその上に村人たちを置いて、ちゃんと上もこうやってカバーしてあげる方が安全でございます。雷が落ちてきたりとかするんでね、
でガラスはね絶対敵のまかないブロックとなっておりますので、こういうところで使えるよということでございますね。で高さは2にしてね、村人さんが逃げられないようにだけ考慮してあげればいいと思います。すごい簡単でしょ。手直しの時にマグタウンの夜のメロディーと警報オン見せてください。倉庫裏に行きましょうかね。すり抜けられる壁すり抜けます。あはい、やってまいりました。これだね。これ今下羊毛になってるけど、これをちょっと変えるとまた音楽の雰囲気が変わるので変えてもいいなと思う。今思った。重てえなここ。早くパソコン戻して、夜の警報が鳴る前のタイミングでちゃんとこれ音楽が終わるように設定してくれてるんですよ。これ兄弟が送ってくれたアイデアなんだよね。夕焼け小焼けでへへへへへへですね。ねね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 ねってやつですね。ねね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 ね地表に置いてあります。結構スペースがありましたんで作らせていただきました。何箇所か作ったんだけど、ここにあったやつは潰した。ああ残ってんな。これです。めちゃめちゃ簡単なやつです。今見えてるじゃないですか。日照センサーの前にコンパレーター、その周りを囲うように3つのパウダー、そしてその前にブロックがあって、ブロックの上にパウダーが乗って、その前にあるのが音符ブロック。以上以上でございます。これで寝れるよっていうタイミングからポコ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 鳴り出すのが今の機構でございます。それがね、この上に3つ4つあったんだけど、1個だけ潰しちゃったんだよね。確かここにあったやつ潰しちゃったんだと思います。下の仕分け機作るとこうやってはみ出ちゃうんですよ。これはみ出ちゃった部分ですよ。増設していこうとすると、向こうのねムーちゃんとかね、この木とかね避けていかないといけないので、なかなかめんどくさくて進んでないっていうのが理由だったりしますね。なんで止まってんだよ。入ってねー。コップねーんだな。ごめんごめん。みんなからもらったアイディアプラス、僕がちょっとプラスアルファでなんかこう気候を付け足してまた動画の趣味かもしれないですね。ありがとうございます。ちょっと話がずれちゃいました。今ホテル建築の動画を見てたんですが、鉄格子一つ付け忘れてますよ。なーにー、やっちまったの。うわ、ゲンチャリの音がすげえ。ゲンチャリの音がすごい。ゲンチャリの音めちゃめちゃ聞こえますね。今はさすがに入ったんじゃないかな。ホテル建築の箱見りゃ分かるわな。ここだ、見て、サンバタンホテル。うん、はい、鉄格子一つだけ忘れっつったから一つ取って、おいで。なんで上に置くのっていう意見もあったけど、上の方がなんかバランス的にいいかなと思っただけで、でもここの方が見やすいよね。いちいちズームしなくていいもんね。で看板ちゃんとつけてっていう人もいたよね。看板つけたのに。俺これ看板つけた内容もしかしたら動画でお届けしなかったか、なんか失敗したのかもしれないね。まあいい、まあその辺はじゃあ置いときまして、でせっかく旅立つので他にもね、あと2つやりたいことがございます。手直しとして、まずは1つ松明、そして、鉄格子は今ご紹介しましたよね。もう1個ちょっと作りたいものがあるんです。ガストの涙、エンダーアイ、うん、でガラスも持った。あ、音楽流れてるね。ちょうど間に合わねえな、これ間に合わねえな。警報だけ見に行こうか。このコンパレーターから4つ目っていうのが、コンパレーター、日照センサーにつながったコンパレーターから4つ目っていうのが夜ちょうどの時間なんで、寝れるちょうどのタイミングなんですよね。これ鳴ってる間はもうどこでも寝れるよと、どのタイミングで寝ても OK だよということなんでね。はい、こんな感じで。もう一個ね、サンバタンでやることがある、こちらだ。ホテルのエントランスにエンドクリスタルでオブジェ、ふわふわ動いてるので生きてると思います。ナイスですね。アイディアがなかなかいいアイディアでございますよ。そして今もう用意したこうアイテムじゃ足りないので話してて思い出したわ。確か黒曜石の上にしか置けなかったよね。あれ黒曜石取りに行こう。サンマータウン行く前にちょっと遠回りだけれども、ガストの涙取りに行こうと思います。知ってますか皆さん、うちのこのマグワールドのマルチ、週末にいつもここ公開し、平日はですね収録というか本編に使えなかったようなところをお届けしているマルチでございますけれども、もうね相当もう1年以上経ってる、まあ結構長寿なコーナーなんですが、まあっていうかね、もう一部のね兄弟の中ではこのワールドはほとんどマルチメンバーで成り立ってるよねっていうねお話が出るぐらい
もうこのワールドはもうマルチそのものみたいな感じになっちゃって、そのマルチメンバーの一人が作ったガストトラップというものは、せめてガストが近寄ってくる様子だけでもお届けしたいね。でまたマルチを見てない方もいると思うので、少ないと思うけど、そういう兄弟にうちのマルチすごいよと、うちのマルチメンバーすげえよってところをですね、ご覧いただきたい。ガスト、ガストの、お、声が聞こえる。ってことはこれ中に湧いてんじゃね。あ、いた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 、見てみよう。ガスト、ガスト、これ次寄ってくるからこっちに。今押されてるか、押されてる、ちょっとずつ押されてる、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 押されてる。ちょっと行こう、ちょっと行こう、ちょっと行こう、早く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 、やばいやばいやばい、来るよ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 、ガストが来ます、ガストが来ます、ガストが、え、結構な人数いるよ、結構な人数いるよ。あ、来た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 、すごい、こう断末魔が半端じゃない、断末魔が半端じゃないけど、こんな感じで今のようにガストを処理できるのがこのガストトラップでございます。ははははは、1個来てたから1個もらった、今日3つで我慢するわ。先にできる限りのエンドクリスタルを作成しておきましょう。いくぜ。うわー、中華っぽいホテルロビー発見いたしましたね。あははは、こっちだった。よかったよかった、ありがとう、よかった。どうしましょうかね。これ、ど真ん中よくない？ここ。ここ。これを、黒曜石に変更して、いただきますよ。うわ、かっけえ。なんてかっこいいホテルロビーなんだ。はい、浮いております。おしゃれ。あえて、むき出しにしておくのも、一つのこうオブジェとしてのね、あり方じゃないかと思いますね。一個で十分っぽくなっ、はい、ですね。引っ越しの、ネットが繋がらないということで、今日は撮影日 10月2日なんですけど、今、はい、J-COM 来ました、行ってきます。はい、帰ってまいりました。J-COM さんが来てネットは繋がったものの、いつも編集は Mac でやってんで、このまま Mac で今日の収録は行いたいと思います。マグタウン行くことないからそう重くないしね、このままやっていこう。あとね、2つエンドクリスタル置くとこをね、ちょっと探すってことなんだけど、ねえなあ、どうしようかな。この辺か、じゃあエントランス的なところに置いてもいいんだけど、次ここ来て、ここがまあベストだわな、ほら通り抜けられるし。ってことで黒曜石もエンドクリスタルもサンマタウンホテル建築の箱に入れたいと思います。またまた松明くださーい、うへー、またあったかー。 J-COM さんがなんかやってる間待ち時間できるんで、その間にツイッター見てたら、まず昨日の動画の終わりで手直して言ってなかったみたいなので、申し訳ございません。まあよくあることなんだけど、またやっちゃったって感じで。そうなんです、結構久しぶりの収録ですからね今日。はい、結構取りだめていた部分があって、月曜日だってことははっきり分からなくなってしまうっていうこともございました、ということと、あと TL がお手元祭りだらけだったということで、みんな見てくれたんじゃないかと思います。見たかったな、アーカイブでもまた今度見ていきたいと思います。もうほら、もうマルチメンバーがさ、もうみんなもうすごくこうそれぞれが何て言うんですかね、力をつけたというかですね、いい感じになってきてると思いませんか皆さん。そうなんですよね、もうそろそろこう、もう僕がマルチを抜けてね、まあパパなり上政さんをリーダーにですね、マルチを運営していただいてですね、俺は新しいワールドでまた一からマイクラをやり始めるっていうことをね、ちょっと思うようになってきました。とりあえずね、1000回まではねやろうと思ってんで、このワールドで。またわかんないけどね、どうなるかは。ちょ、今のところね、そんな気持ちでいるので、ぜひ、そういう風に思っていただくとありがたいかなと思います。ありえへん、ジローちゃん、ジローちゃん、この辺りだな。あっはははは、こいつだ、ここ。はい、新環境での収録一発目、手直し、そしてそれが今終わりました。ありがとうございます。これから頑張っていきたいと思います。皆さん、リクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。結構消化できたんじゃないかと思うんですけどね。兄弟通信やってまいりましょう。今回ですね、ちょっとアンケートございません。明日からまたご紹介します。今日のアンケートがないという意味じゃないよ。今日紹介するものがないというだけで。これはもう、ロマンが溢れてる建築の聖地についてですね。最初黒いのは師匠のマレかな？編集ミス！師匠も黒かったの？
花火見えない、これはわざとかな、またバグ、編集ミス。お気づきかもしれませんが、おそらく明日は1年で1度だけ日付表示記号のボタンを4つ全て押す日ではないでしょうか。そうなの？確かになんかめちゃくちゃボタン押したなとは思ったんだけど、なんかこういうのを見つけると、え、マジでって思っちゃうよね。当の本人が全然気づいてないことをやっぱ気づかせてもらえるっていうのはありがたい話でございます。ほんと皆さんいつもありがとうございます。マグリーガガガッと、収録ガガガッと、頑張るなりキングなり。今日の帽子、かけるしのつけて喜んでるマグに書いてみました、編でございます。ありがとうございます。明日の予定でございますが、ちょっとね、もうマルチの話は道中いたしましたけれども、たまにはですね、マルチのその企画の途中のものをですね、進めてもいいんじゃねえかってことでですね、やっぱり、ちょっと海底神のクジラ村のあれが気になるんで、ちょっと行こうかと思います。はい、どちらの時間、マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、チェリーアンマグルデイミューチュ、皆さんリクエストありがとう。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、これにて俺は自分のサークルじゃめっちゃ影響力あれ、もうこれな、これなんやねんこれ、狭い場所での影響力自慢かみたいな。ほな。